人類を思えば、あのまま王政に託すべきでした。ピクシス司令の言う通り、今日まで人類を巨人から生きながらえさせた術があります。人類の半数を見殺しにするようであっても、人類が絶滅するよりかはいい。エレンを手放し、仲間の命も、自分の命と共に責任を放棄し、王政に託すべきだったのでしょう。人よりも、人類が尊いのなら。君の使命は相変わらず辛いな。死んだ方がはるかに楽に見える。しかし、だったらなぜそうしなかった？それは。私の理由を言おうか？昔から奴らが気に食わなかったからだ。は？ムカつくのだよ。偉そうな奴と偉くないのに偉い奴が。いや、もうむしろ好きだな。思えばずっとこの日を夢見ていたのだ。つまり、君らもやらなくても、私がくたばる前に一丁かましてやるつもりだったのだ。このクーデターが人類にとっていいか悪いかなどには興味がない。大した悪党だろう。しかしそれは君も同じだろう。君は死にたくなかったのだよ。私と同様、人類の命運よりも個人を優先させるほど。自分はとんだ思い上がりをしていたようです。君の理由は何だ？次は君が答える番だぞ。私には夢があります。子供の頃からの夢です。